はい、どうもマスタータルボロット。はい、ゼロです。はい、それでは、1月16日発売の、ディーバデビューディックの対戦動画をお送りしたいと思います。じゃあ、食べ頃は、ノーリミットを使っていきます。水色さんは、この方は宇宙の始まりを使っていきます。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ダイスロール先生、候補を決めます。はい、ダイスロール、ダイスロール。じゃあ、食べ頃先行もらいます。今回ですね、デッキの内容は、1月16日発売のデビューデッキの内容そのものなんですけども、特別ルールとしてお互いに、1枚の鍵7というピースをデッキに入れております。2枚持ちで、2枚チェンジで、祝福の鍵の上なんですけど、序盤の、事故をですね、非常に回避してくれますので、デッキの回し方がね、結構慣れるまでは、ぜひご利用ください。じゃあ始めていきましょう。オープン、オープン。じゃあ食べ頃ノーリミットで、センター平菜です。はい、こちら宇宙の始まりセンター卵で、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ先行もらいました、ね、先行ワンドローで、はい、じゃあエナフェイズですが、エナチャージはしておいた方がいいので積極的にしましょう。はい、チェアチャージ。じゃあ、グローフィーズ、グローをします。グローコストとコストで、センター平菜をグローします。それではメインフェイズ、じゃあ早速ですが、ピース発動で祝福の鍵まで使用します。メインフェイズに使用できるメリットです。で、効果で3枚引いて、その後手札を2枚捨てます。そうですね、はじめですね、レベル1を立てておいた方がいいので取っておきましょう。じゃあこれでターンエンドで、はい、じゃあ5個を通過ローします。はい、エナフェイズ、エナチャージで、グローフェイズ、センター卵を使用します。メインフェイズ入って、スペル発動で、ランダムバットを、青1コスト支払って発動します。自動カード引き、自分の場のルビルクが宇宙の始まりの場合、対戦相手の手札をランダムで1枚捨てます。それでワンドローします。はい、じゃあランダムで1枚なので、どうぞ。はい、ここガードガード引いた、はい、グローで、バングローします。出現時効果でエナチャージ2を行います。ルサークスピア出します。自動効果、ダウンして、デッキから3枚トラッシュの振ります。クロシオスを中央に出して、これでアタックフェイズ入ります。はい、じゃあ、ディフェンスなしでどうぞ。はい、じゃあ中央アタックチェックします。ライフバースト発動です。で、対戦相手パワー8000以下しに行って対象としてバニッシュできますので、じゃあ8000以下、じゃあプロシオス、はい、バニッシュされます。はい、はい、じゃあルリガード、はい、ガードがなくやられてしまったので食らいます。チェックなしで、はい、じゃあこれでターン終了で、ターンもらいます。アップフェイズ、ドローフェイズ2枚引きます。はい、エナフェイズ、それではじゃあ場からエナソンに行きます。で、グローフィーズセンターをグローで、こちらがレベル2ですね。赤1コスト支払います。はい、じゃあメインフェイズに入ります。メインフェイズアシストグローをします。じゃあ、レイ。今日はUHでグローします。出現時効果カード2枚引きます。1枚、2枚。それでは、はい、じゃあ、ロメール。出現時効果無色1コスト。何でもいいので、じゃあ、支払って対戦とパワー3000以下を収入に行ったらバニッシュします。盤面がガラキンガラキンになりました。はい、レベル2を出して、リミット5なので、じゃあこれでリミットラインですね。211の4で、これで、アタックフィーズに入ります。はい、どうぞ。はい、じゃあそれではじゃあシルバーナガラします。はい、はい、バッチック。対戦相手の次の対象としそれをダウンし凍結します。ダウンし凍結で、うん、で、対戦相手手札を1枚捨てます。はい、僕が選んでいいですね。で、1枚捨てます。はい、じゃあ、ここはアタックできなくなってしまったので、ブロンでアタック。はい、チェックで1枚目で、じゃあ、ダウン凍結、はい、でして、1枚ハンデスで、はい、ハンデスの量がやばい。じゃあハンデスですが、じゃあ1枚捨てます。じゃあこれで、じゃあ平菜でアタックします。はい、そいつはガードです。はい、じゃあこれでターンエンドで、はい、ラストフェイズ、ドローフェイズ、エナフェイズ、エナチャージで、グローフェイズ、センター卵を使います。
グローコストで青1コスト支払います。アシストグローでノバ使用します。リベンジ効果でデッキの上から7枚確認し、白と青のシグナル1枚を返して札に加えます。じゃあこの2枚で札に加えます。じゃあ残りをシャッフルしてデッキの一番下に置きます。シリオスとフルソン、どうしよう。これでアタックフェーズ入ります。はい、ディフェンスなしでどうぞ。はい、じゃあシグにはアタックしないで、ルリグでアタックです。はい、じゃあチェックします。チェック、対戦相手はパワー8000以下のシグに行ったらバニッシュします。8000以下、じゃあ5バニッシュで、はい、じゃあこれでどうぞ。はい、じゃあ、ターンもらいます。アップフェーズ、ここは2枚凍結してたんでアップしますよね。でアップします。はい、じゃあドローフェーズ1枚2枚、エナフェイズですが、的をアップしなかったシグニをじゃあ置いておきましょう。じゃあ、ブローフェイズ、センターブローで、2コスト支払って、センターで、します。出現時効果、カードを1枚引いて、1エナチャージします。アシストブローします。バスのブルー。出現時効果、対戦ではレベル2以下のシグニって手札で戻すので、ここ手札で戻してください。はい。はい、じゃあ、ターン1回行える、ちょっとリムーブをします。これは今ダウンしててアタックができないので、フラッシュを置きます。ランスロット出します。出現時効果、無色1コスト、何でもいいので、支払って、対戦相手の5000以下シグニをバニッシュします。はい。さらに、ガラキン。ガラキンだと。そうですね。まあ、こうかな。じゃあこれでアタックフェーズに入ります。ディフェンスステップ入ります。アシストブローでノバを使用します。出現時効果でデッキの上から5枚を確認し、1枚場に出します。場に出した時の出現時効果発動しません。続けて、こちらもノバを使用します。でこちらは無色1コスト、支払って、出現時効果で、エナゾーンから、シグニを1枚手札に加えます。回収はカメラで、その後、2つ目の効果で1枚以上のシグニッターを対象としてそいつをバニッシュします。じゃあバニッシュでなんと1枚以上並べてしまいました。はい、アタックリゲンですね。じゃあランスロットでアタックします。はい、じゃあライブバーストチェックで、対戦相手のシグニを対象とし、まあ、意味がないですがアタックできないふりをして、カード1枚引きます。じゃあヒラナでアタックします。はい、1番カードで、はい、じゃあこれでターンエンドで、はい、ダップフェイズ、ドローフェイズ、ダップフェイズ、エナチャージで、ドローフェイズ、センターカードをグローします。グローコストで青2コストを支払います。出現時効果でカード1枚引き、対戦相手は手札を1枚捨てます。1枚引きます。じゃあ1枚、じゃあ僕が選んで捨てますと、捨てたくないけど捨てるしかない。うん、じゃあこれ捨てます。じゃあ起動効果使います。はい、あなたのドリグの下にある捨てたのカードをこの下に置きます。はい、じゃあピース発動で、半端ないディストラクション。はい、半端ないディストラクション。2個投票します。はい、じゃあ進化値出します。はい、出現時は使いません。はい、起動効果使います。はい、自分の手札が今7枚、僕3枚ですね。はい、4枚差あるので、はい、3コスト支払って対戦相手のシグニッターをバニッシュできます。はい、スクリューカーミラー出します。出現時効果で、対戦相手のシグニッターを凍結します。はい、あなたのデッキの上から2枚をトラッシュ送ります。はい、ここに、1枚のバニラを立てて、これでアタックフェーズ入ります。はい、じゃあディフェンスは特にないですね。どうぞ。ミラーでアタック。はい、チェックします。なしで。審査値アタックです。チェックします。なしで。ゼルリグアタックで、アタック時、自動効果で、このルリグの下にカードが5枚以上あればカード1枚引き、7枚以上あれば追加で対戦相手の札を1枚捨てます。はい、じゃあさっきゲーム1の効果で、まあ、7枚かな溜まってるので、じゃあワンドローと僕が1枚捨てればいいかな。はい、ワンドローで、はい、見ないで選べます。じゃあ選んで捨てる。そうなので、まあ言うてな言うてな。はい、じゃあ捨てました2枚。はい、その後、さっき発動した半端ないディストラクションもアタック時効果が追加で発動して、はい、対戦相手のセンタルリグのレベルが3なので、3回効果を選択します。はい、1つ目
1回目はカード1枚引くで、残り2回は、うん、対戦者の手札をランダムに捨てます。はい、まあ2枚しかないんで全部捨てられますと。はい、ハンドが分かりました。で、まあ、1枚引きます。はい、ハンドが分かりました。はい、はい、ではアタックのダメージがハンドないので食らうしかないと。はい、お、なんか出た。あなたのタラシからガードオブタイムシグに行ったら対象としてそれを手札に加えるかバイアス。お、なるほど、手札に加えるかバイアス。お、いいのが来たぞ。じゃあ角づちを手札に加えます。はい、はい、でターン終了時に超過しているので別ブロシを捨てます。で、どうぞ。はい、じゃあアップフェイズ凍結しているので、ダウン状態のままです。ドローフェイズ1枚2枚引きます。エナフェイズはスキップします。で、メインフェイズでアシストブローで無色1コストでブローします。出現時効果カードを2枚引いて、対戦相手の手札を 2枚以内で捨てます。はい、こっちもハンデスしていきますよ。はい、じゃあこれで2枚かな。はい、はい、2枚。はい、ガードはない。ここダウン状態で特にアタックができないのでいるんです。はい、じゃあトラフトを出します。出現時効果青と白、あ、無色ですね、支払って、トラッシュからレベル1の赤の資源1体をバイ出すことができるので、この効果が効果で、ブロンズを、まあ、とりあえず場に出しましょう。じゃあ、アダマスピアをここに出します。はい。はい、じゃあ、ピース発動します。グローリーグローで。使用条件がノーリミットというレベルが1以上なので使用できます。効果が、あなたのレベル3のルール1体に、ターン終了時の効果を2つ付与します。ダブルクラッシュと、対戦相手はガードができないです。はい、無抵抗にやられる、はい、無抵抗にとりあえずやられる。じゃあ、ビースは除外します。じゃあ、これで、アタックフェイスに入ります。はい。じゃあ、ディフェンスなしでどうぞ。はい。じゃあ、それでは、とりあえず、新発さんはちょっと次のターン怖いので、一周してみましょう。はい。はい、じゃあ、ブロックザトピンのターンですが、アタックしておきます。アタマスピアアタックしたとき効果デッキ上位をチェックしてレベル3だったらアサシンだったんですけど、まあ、特になしですね。普通にバニッシュします。はい、はい、じゃあヒラナがアタックしたときダブルクラッシュでガードはできません。はい、じゃガードができないので、2枚チェックします。はい、じゃあ1枚目2枚目、はい、同時ですね。はい、じゃあまず、トラッシュからシグリ1枚を回収します。はい、じゃあこの効果でガードを手札に加えます。はい、でキャプテンシップの効果で対戦相手のシグに1体をダウン凍結しカード1枚引きます。はい、じゃあダウン凍結、はい、してカード1枚引きます。はい、じゃあこれでどうぞ。はい、じゃあアップフェイズ、ドローフェイズ、エナフェイズ、エナチャンジで、メインフェイズ、じゃあ残しておいた、ピース使います。はい、3枚引いて、2枚捨てます。はい、シンパチ出します。はい、じゃあ出現時は使いません。起動効果使います。はい、手札が今僕が8枚ですね。僕3枚ですね。じゃあ5枚差あるので、じゃあ3コスト支払って、対戦相手のシグに1体をバニッシュします。じゃあこの効果で5バニッシュで、はい、ただバニッシュされました。キャプテンフック出します。じゃあシグス出します。じゃあこれでアタックフェイズ入ります。はい、はい、じゃあディフェンス、ステップもらいます。じゃあそれではじゃあディフェンスで、5コスト支払って、次のパーに使用します。出現時効果、対戦とパワー1万2000以下のシグニッターを対象として手札に戻せるので君はちょっと戻ってもらいましょう。はい、はい、であとは対戦と使用自体はアタックできないさせるので、まあアタックできないかな。じゃあ離れた時の効果でフラッシュから、ガードを持たないシグニを5枚一気に戻してシャッフルします。はい、トラッシュからカーミラ4枚とキャプテンフックを鉄拳申しシャッフルします。はい、なんか鉄の衣装感じますね。で、プレアタック終わったんでどうぞかな。はい、じゃあルリーグ、シグにはアタックできなくて、うん、まあ、しなくていいか、はい、じゃあルリーグアタックでいいか。はい、7枚、5枚以上7枚以上あるので、はい、ワンドローして、うん、対戦相手は手札を1枚捨てます。ガードしなくていいんじゃない。じゃあ手札を捨てるんですが、ちょっと3枚しかないんで、じゃあ手札を捨てます。じゃあルリガアタック受けます。チェックで、なしで。
じゃあ、ターン終了時に手札から2枚超過しているので出ます。はい、でどうぞ。はい、じゃあアップフェーズ、ここはアップしません。よいしょ。じゃあ、ドローフェーズ1枚2枚引きます。じゃあエナチャージ、ここエナチャージします。はい、はいはい、じゃあ、ここリムーブします。カグズチ出します。チェンジ効果、手札を2枚捨てて、トラッシュかレベル3のシグリッドである場合出すので、じゃあ今リムーブした頭スペアをここに出します。はい、はい、で残り手札2枚捨てます。で、残り1面こうかな。はい、じゃあここで、平野ゲーム1の起動効果を使用します。ターン終了時まで、効果を付与します。で、このルリグがアタックした時アップ状態のレベル2の、はい、ルリグを、2体ダウンすることで、対戦相手がガードを1枚捨てない限り相手にダメージを与えます。はい、2枚必要ですね。まあそうですね、こいつを防ぐには2枚必要って感じですね。はい、じゃあこれでアタックフェーズに入ります。はい、どうぞ。はい、じゃあそうですね、ちょっと頑張るか。アダマスでアタックした時にストップをチェックして、はい、レベル3じゃなかったらダメなしで2周アタック、はい、2周されます。はい、じゃあハグ打ちでお願いします。はい、チェック。対戦相手のシグに1体解消とし、ダウン凍結、はい、します。やばい、まずこれで、はい、カード1枚引きます。はい、じゃあここは一応、まあ、アタックしなくていいか。じゃあそうですね、じゃあ平野さんの最後のアタックをします。じゃあアタック時の効果でドリブル2体ですね、ダウンして、ガードを捨てないと1ダメージです。はい、とりあえず1枚捨てます。なるほど。じゃあ、ルリグアタックが通ります。そうですか、ツバ受けます。はい、どうぞ。はい、じゃあ、はい、カード1枚引き、対戦相手手札1枚捨てる。はい、手札がありません。カード1枚引きます。はい、じゃあこれでターンエンドで、じゃあアップフェイズ、ドローフェイズ、はい、エナフェイズ、エナチャージで横手に出します。はい、じゃあ残りは、キャプテンフックと、はい、シャークスピア、はい、出して、じゃあこれでアタックフェーズ入ります。はい、アタックフェーズ開始時、この正面のシグニが、凍結していた場合、3コスト青2コストと腐食1コスト、はい、3コスト支払ったアサシンを付与します。はい、じゃあプレアタックフェーズはこれで終わりで、はい、じゃあディフェンスですが手札もなくて何もないのでどうぞ。じゃあアサシンでアタック、はい、参りました。ありがとうございました。ありがとうございました。